人生をかけて、まあ、世界トップ5の会社を作るっていうところを本当に掲げていて、あんまり別に最初から資金調達とか大成功したいって思ってタイミングを作ったわけじゃん、実はなくて、うん、ダメだよねそういうところはね本当に。どうもしゅんです、こんにちは。はい、ということでですね、今回は社長に面接シリーズということで、タイミーの社長の小川さんに面接をさせていただけたらなと思ってます。よろしくお願いします。はい、お願いします。早速面接を始めさせていただきたいなと思ってるんですけど、簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。はい、小川亮と申します。はい、1997年生まれ、今24になっております。立教大学経学部出身で、ずっと全然起業とか全く興味がありませんでしたと、うん、いう中で、中高は立教新座の男子校にいて、中高サッカー部でしたと、うん、いう中で、たまたまですね、生徒会長のなる機会をいただきまして、うん、生徒会長をやりながら、まあ、副会長とか経理とか、まあ、組織を束ねるリーダーシップを発揮して、うん、立教ニーザという高校をですね、より盛り上げるために学校から予算をもらっていろんな施策をやってみたことをやってみたんですけど、はい、それが楽しくてしょうがなくて、うん、これいつか仕事をしてみたいなと思ったのが高校時代で、18の時に祖父が亡くなってしまって、うん、人生の時間は実は有限であるということに強く気づいて、うん、いつかやりたいんだったら今からやらなきゃいけないというところで、うん、祖父がですね、実は小川乳業という牧場屋さんをもともとやっていたと、僕じゃ今ないんですけど、それをもう一回復活させたいと、うん、小川家を復活させたいと思いから18かですね、もうずっと右も左も分かんない中いろいろ起業をして今になっていると、うん、挫折した経験ってありますか。やっぱ挫折なんていっぱい味わってきてますし、やっぱ起業しようって決めたのは18で、パソコンも持ってないし、うん、ツイッターアカウントも親に作ってもらったしみたいなところから始まってるんで、インターネット全く得意じゃなくて、その中でこういろいろ調べながら自分でサービス1個作ってみようって言って、サービス作った時に本当に全然うまくいかなくて、やっぱビジネスってお金を儲けるって相当難しいんだなってところを勉強したし、チーム巻き込んでやろうっつってやったんだけど、ビジネスが成功しないとチームの目も離れてしまうっていう、仲間作りすごい得意だと思ったんだけど、事業と仲間作りとファイナンスみたいなところの3つが組み合わさないとビジネスで成功しないんだってことを通過したのが、まあ、18のビジネスを作った日かなと思ってます。タイミーの事業の前にいくつか事業を作って失敗もあったっていうことですね。そうですね、今まで5個ぐらい事業を作ってきてるんで、タイミーの前にはいろんな失敗経験を得てるかなと思います。そこからどうやって立ち直ってるんですか。諦めましたと、率直に諦めたと思っていて、なんだけどやれることをやったんですね。身の丈に合わないことをやるっていうのを諦めたんですよ。でも等身大のことやることにフォーカスをしたんですね。例えば立教大学に入って学生団体を立ち上げて、自分で起業家学生団体のところで講師呼んだりとか、そこでビジネスちょっとやったりとかっていうのは成功したし、それは自分だから成功体験としてあるし、それは別に頑張ってる学生だったらできちゃう話だと思っていて、まずできたと。次がリクルートのインターンに参加して6ヶ月ぐらいジェクシー、ジャラン、ホットペッパー、ビューティーとかいろいろ行ったんだけど、その中でしっかり結果を出すってことにまずコミットをして、で慶応大学のビジネスコンテストに出場して優勝することができたと。実は最初からビジネスを作ろうってなってたんだけど、ビジネス作るといろんな知識だったり能力が必要な中で、いきなりそこは厳しいから等身大のところから積み上げていって、結果的に今のチャンスをつかめたのかなと思う。じゃあ結構今ある環境の中でできることをやりきるっていうことを積み重ねてきたっていうことですね。それこそタイミー作ったきっかけとかもユーザー目線で欲しいなって思ったから作ったっていうところだと思うんですけど、多くの人はあこれ不便だなって思っても実際に行動する人ってほとんどいないと思うんですよね。なぜ実際に作り手側に回るっていうことができたんですか。そうですね、もともと一社アパレル系の会社を立ち上げて、うまくいかなくてその会社を潰すって形になって、親から2、30万ぐらいお金を借りていたので、アルバイトをしながら日雇いをやるというような生活をしていて、で日雇いをやる中で登録会に行ってメールで案件が流れてきて電話がかかってきてみたいなところで、どんな現場になるかも分からず行くみたいな、で給料もらえるのも翌月末払いとかそういう形になっていて不便だなと、これはすぐ働けてすぐお金がもらえた方がいいなっていうのはそもそも思って、ユーザー目線で考えたサービスでしたと、そこまで分かると、じゃあどう実現しようと思ったのかと、まずはやってみようと思うタイプなんで、アプリを作るとかじゃなくて LINE アットを作って、学校の友達とかでこういうコンセプトのサービスを考えてるんだけど興味ないって言った時に、日雇いやってる友達とかじゃあちょっと登録だけするわって100人ぐらいと集まるわけですね。100人集まった時にこの100人がいるんですよっていう風に日雇いを掲載してる企業に営業しに行って、ここに掲載するんだったらうちに掲載してくださいよみたいなところで、あいいねって言ってくれたんでこれ掲載してマッチングをしてと、LINE アット上でずっと、マッチングがして、結果的にそれがどんどん広がっていってベンチャーキャピタルに認められて出資したいと言っていただけて、1200万の出資が集まって仲間が集まってアプリができてっていうところで始まったんで、あんまり別に最初から資金調達とか大成功したいって思ってタイミングを作ったわけじゃん、実はなくて、等身大で面白そうだしこれあった方がいいんじゃないかなと思ったから、ちょっと一回実証実験でやってみようぐらいのところから始まって、
ったのかなと思って。じゃあ結構だから純粋な動機による行動力で、結果的に人が集まって、企業が集まって、お金が集まって、仲間が集まってみたいな輪がどんどん広がっていったっていう感じなんですね。そうそうそう、結局は純粋な思い、輪がこれすんなと、これあった方が世の中に良くないっていう思いが膨らんでいくと、仲間も集まるし、お金も集まるしっていうのが、企業なのかなと思っていて、今って学生企業とか起業家になれっていう言葉がすごい流行っちゃってるけど、実はそうじゃなくて、純粋に世の中がこうなればいいのにと思ったものを膨らますことが起業であり、本当にこれやりたいんだったら人生かけてやれるわけで、起業は手段っていうところと、信じきれるものがない限りはやっぱ走れないので、本当に素直にやりたいって思うことをやることが大事っていうことですね。まさにそうですね。今現時点の将来なりたい像はどういう人間であり、どういう会社を作っていきたいですか？最初の高校から掲げてるのと変わらず、人生をかけて、世界トップ5の会社を作るっていうところを本当に掲げていて、ガーファムみたいなところを作りたいなと思っていて、なぜそれを作りたいかっていうと、30年前って日本って世界ナンバーワンの時価総額だった NTT がいたりとか、非常にこう強い国だったところから、今世界ではなかなか戦えてないっていうところ、それをもう一回復活させたい、自分たちの代で復活させたいっていうところは一個と、あとやっぱ小川家のこう復活みたいなところで、どうせだったら先祖代々続くような松下幸之助先生のような会社を作るってところはやっぱ自分の思いとしてもやっぱあって、あとは世界で大きな力を持つことによって解決できる社会課題の大きさってところも変わってくるというふうに思ってるので、それをどこまで実現できるかっていうのが今非常にワクワクしてる点かなというふうに思ってます。メンタル病む時とかなかったの？メンタル病む時は1回だけかな、あったけど、ちょっと違う病み方をして、コロナが来る前はさ、こうやって売り上げ見てさ、コロナで落ちてさ、頑張んなしゃーって言ってたんだけどさ、こう伸びたわけで、ここら辺で病んで、なんで事業が伸びすぎてるなと、自分のね想定シナリオだと、1年間はしんどいはずだったのよ、さすがに、コロナってしんどいじゃん、どう考えても、俺の想像こうだったんだけど、こうなったんだよね、あれこれなんか俺の範疇を超えてるというか、俺が社長だからやれたんだ、俺の戦略なんだって言いたいわけじゃん、みんな、俺の戦略じゃないんだよ、この伸び具合は。なときに置いてかれた感がするし、自分が社長よりもこの戦略を描いた人が社長やった方がいいんじゃないかと、一回社長辞めようと思った時期があって、どうやって立ち直ったというか、そこを助けてくれたのはやっぱ裁判の藤田さんで、小川くんは誰になりたいのと、創業経営者としてめちゃくちゃでかい会社を作って世の中をギャフンと言わせたんじゃないのかと、なのにお前ここで辞めようと思ってんのみたいな、バットを振り続けない限りはホームランなんか絶対打てないぞと、せっかくチャンスをもらえたのにここでバット振るの諦めるんだったらもうそのレベルで終わるよってことを言われて、期待してくれてるんだし、バット振り続けたらお前頑張ればなんとかなると思ってくれてるんだから、今じゃなくて未来でちゃんと見なきゃいけないなというところで割り切れて、いい意味で今は気楽に自分の身の丈に合った形で経営してるかなと思って。藤田さんいい人だね。いや藤田さんいい人よ本当に、じゃあ続いて一緒に働きたい人はどういう人ですか？そうですね、うちは、新卒採用結構力入れていて、23卒はだいたい30人ぐらい取ってこう、どういう人と一緒に働きたいんですかという話で言うと、大きく本当3つかなと。まずはもう素直でいいやつ、例えばタイミーで言うと、隙間バイトサービスだから自分がバイト体験をしていて、本当にヘルプとかがいなくて困ってずっと働いててすごいしんどかったんで、タイミーがあれば本当に助かりましたその時と。でもタイミー受けるためにもともと働いたバイト先にタイミー知ってますかって言ったら、知らなかったんでお勧めしておきましたみたいな、もうピュアじゃん、その人ってめっちゃピュアだなと思う、そういうようなピュアな世の中の人の困ってるためにこのことをやりたいとかっていうことを言える人は素晴らしいなと思ってるのが一つ、もう一個はうちのバリューにやっていきっていうバリューがあるんだけど、泥臭くやり抜く力、本当に社会人ってなんだかんだね綺麗じゃないんだよね、結局はエクセルを叩かなきゃなかったりとか、雑用なことって実は多くて、でもそれを楽しんでやれるか、やる方がかっこいいと思えるような人であるかというところと、あとはやっぱ向上心、こう夢があって、そのために今の自分よりもさらに成長したいという気持ちがどこまであるかっていうところを、うちの採用基準ではやっぱ置いてるので、この3つがやっぱ成し遂げられてる人っていうのは、うちでも会社で活躍してるし、自分が働きたいなと思う人かなと思います。ちなみに同じくらいの規模感のスタートアップ企業とかベンチャー企業に比べて新卒の割合多いと思うので、それは意図があるんですか？意図がありますね。それはですね、自分がまだ学生であるというところもあって別に年齢が関係ないと思ってるんで、本当にしっかりと結果出した人が上に上がっていく組織っていうところを一番自分が体現してるというふうに思ってるので、本気でそれを体現したいと思ってるし、だからこそめちゃくちゃ優秀な学生が集まるような会社が作れてるので、すごい好循環が今回ってきてるかなと思ってます、シンプルに年齢とかではなくて能力であったりとか志が高ければ本当にの意味でやりたいことやできることが増えていく環境っていうことですね。ということで今回小川君を面接させていただいたんですけども、結果は×で×なの
ごめんなさい、はい、今回は見送りさせていただけたらなと思ってて、まあ、理由としては入社よりもライバルとして頑張りたいなっていうふうに思うので入社はお断りさせていただけたらなと思ってます。ダメだよねそういうところはね本当に俺がさ森保さんとさ俺がこの立場でねいや森保さんやっぱすごいんで、うん、やっぱライバルとしてお願いします罰ですみたいな 100% しないもん俺なら。なんなら俺はもうここの直近に入れて自分の会社の中で俺を突き上げてくださいってその分だけ俺は成長していくんでっていう風な俺を副社長に入れなくちゃダメだよ。確かに。じゃあ採用で、まあ、っていうね粘り強さがね大事ですからね、うん、面接はね、うん、ここは確かに、はい、あでも確かに採用っすね、うん、それだったら、うん、でも僕自身も今日の面接を通じてめっちゃ学べたのでちょっと頑張ろうと思いました。ということでタイミーの23卒の採用は、ね、23卒は、はい、30人ぐらい募集しておりますので、うん、ぜひホームページとかも見てですねウォンテッドリー経由からでもインターンとかもまず応募いただけたら嬉しいなと思っておりますので、うん、お待ちしております、はい、よろしくお願いします。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では内定者が教える今月の動き方や面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございました。